ですって。上のつまみを引いて倒してください。ちょっとやってみますね。あ、スタンプでした。押してみましょうか。さっきはホテイソンで、ここが福禄寿。弁財天もいるかしら。探していきましょうか。行きましょう。あ、弁財天さんがここにいました。ちょっと行ってみましょうね。お祈りしてきましょう。最後に毘沙門天を見つけました。ポカーンと口を開けたい。山崎実春。子供たちはポカーンと口を開けて寝入っていました。私もポカーンと口を開けて子供たちの真似をしていました。1955年10月作。ムカデ長屋一、山崎実春。ムカデ長屋に立つ煙、煙。夜店で袋物を売る御家さん。時たまひっそり姫事を決め込む二号さん。寒空にたこ焼き焼いて子供たちを温める。これも御家さん。ムカデ長屋の一本のマッチから立ち上がる
煙。1957年8月、作ムカデ長屋に山崎実春。岩で築いた石垣がかぶさってくる。岩屋の入り口、共同水泉には絶えず雫は滴り、穴蔵のドブの流れにネズミのでっかいやつが懸命に餌をかじっている。人が通ろうがお構いなしだ。夜鍋の扇子の骨が乱雑に足元を狭め、石垣老子の片側だけのムカデ長屋の通りには抜け道がない。1958年3月作。